まちゃんです。こんばんは。七夕やってまいりました。去年の七夕覚えてますか？そうなんです、超黒歴史じゃない？笹になっとるとかマジ理解できるの、だからマジでバカだと思う。世界一大きい竹、笹とかはめちゃめちゃあったんですけど、世界一大きい短冊ってないなっていうのを見つけてしまいまして、今回私世界一大きい短冊でお願い事を書いていきたいと思います。短冊の概念一回考えよう。で、短冊っていうのは紙を細長く切って短文の字を書くためのものって書いてあるわけ。ということは細長く切ってしまえばもうそれは短冊なわけね。え、わかる？言いたいこと。なので本日はこちらを使って短冊を書いていきたいと思います。本日よりギネス記録の保有者になりますので、ギネス記録鑑定者の方、短冊ギネス記録世界一まっちゃん、ご登録よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。ルルルルルナバトの舞台、H の呼吸、竹取物語。やばいぞ、待って、思った以上にでかいぞこれ。画角変えます。いや、これ映ってます？どこの辺が映って、とりあえずこれ一旦開けて、ということで、細長い短冊たくさん作りました。めっちゃ天才的だな。とりあえず一旦ここに貼ろう。パンパヨパンエリクストルフィルプハパのウェイカンス、ちょっと左寄り。はい、ということで運動館のスローガンの発表みたいな感じになったんですけども、これで、ね、今から私は願い事をこちらに書いていきたいと思います。それでは書いていこう。私の1個目の願い、推しを笑顔にする。やっぱね、推しがいてるのは私なので、推しを笑顔にすることによって推しも笑顔になる。そうすると私も笑顔になる。うん、ギブアンドテイク。ドクターチョコレート。2個目、私の2個目のお願い、朝は絶対に二度寝しない。二度寝は絶対しません。3個目、もう3個目のお願いですね。もうこれは私一人では叶えれません。アフロが毎日元気に私の隣にいます。2、タイミング天才的な神じゃん。タイミングの神です、よろしくお願いします。アフロ、何で書いてほしい、何で書いてほしい、うんうん、それだけでいい、それだけでいい、 OK。 アフロさんのお願い事もちょっと代わりにね書かせていただきたいと思います。やばい、さっき聞いたんだけど、これ今よく考えたらマジでやばい。4つ目、まっちゃんのベッドを征服し僕のものにする。お前今日からジュールなし。はいはいはい、いきますいきます。5つ目、友達が少ないので今の仲いい子たちともっと仲良くなる。切ない現実すぎるかもしれんけど、友達が本当に少ないので、今の仲いい子たちはなんかもっと仲良くなりたいなって思ってるので、自分が友達だよって思う人がいたらもっと仲良くしてあげてください。お願いします。できました、いきます。 YouTube、TikTok、 バズりー、感情高まりすぎて後ろまでビー、まっちゃんバズりますように。はい、ラストが2個目、いきます。2023年 YouTube 10万人 TikTok 50万人、いくぞいくぞ。待ってるよ。ちょ、最後は結構マジ重要だと思う。これに、これ次第は気がするよね。ちょっと待って、ちょっと待って。一回聞いてほしい。文面間違えちゃって、なんか冷やし中華始めましたみたいな。それでは聞いてください。まっちゃんの最後のお願い事です。家にプリキ設置できます。プリエさん、家にプリキ設置しておいてください。よろしくお願いします。